おお、もうできましたか、渚くん。あっ、昼食の後で僕らが眠くなる頃に先生の顔が薄いピンクになる時がある。茅野の質問への反応も少し遅れた。多分先生も一番油断する時間なんだ。この新学校で落ちこぼれた僕らは思う。どこかで見返さなきゃ。やればできると、親や友達や先生たちを。やればできると。言ったでしょう、もっと工夫を。認めさせなきゃ。にゅ、どんな手を使っても。にゃっ、しゃー、やったぜ。渚さん、受けていただき、ざまあみろ。寺坂、何やったんだ。こいつも自爆テロは予想してなかったろ。ちょっと、渚に何持たせたのよ。ああ、おもちゃの手榴弾だよ。ただし火薬を使って威力を上げてある。300発の対先生弾がすんげえ速さで飛び散るようにな。人間が死ぬ威力じゃねえよ、俺の100億で治療費くらい。あ、無傷、やけど一つ負ってねえのか。それになんだこの膜、タゴの死体につながる。実は先生、月に一度ほど脱皮をします。脱いだ皮を渚くんにかぶせて守りました。月一で使える先生の奥の手です。寺坂、吉田、村松。先生の顔は顔色を見るまでもなく。首謀者は君ら三人だろ。渚が勝手に。俺らんちの表札。政府との契約ですから、先生は決して君たちに危害は加えない。いや、しかし次また今のような方法で暗殺に来たら、君たち以外には何をするか分かりませんよ。家族や友人、いや、君たち以外を地球ごと消しますかね。5秒間で皆悟った。地球の裏でも逃げられないと。どうしても逃げたければ、この先生を殺すしか。何なんだよてめえ、迷惑なんだよ。いきなり来て地球爆破とか暗殺しろとか、迷惑な奴に迷惑な殺し方して何が悪いんだよ。迷惑？とんでもない。君たちのアイデア自体はすごく良かった。